まあ実際に訴えられても仕方ないパターンもありますから、何とも言えないけど、法的措置とか言い過ぎなのよ、あの人。皆さん、こんにちは、ハにヤです。本日は2023年3月27日ですね。で、この動画では、立憲議員が法的措置に言及する件をまとめておきたいと思いますので、最後までお楽しみください。また、やはり小西議員は法的措置と言い過ぎと思われる方は、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。では、今回の目次はこちらです。 でね。まあ正直言って政治会手に何を言ってもいいって思ってる人が訴えられるのは仕方ないと思うんですよ。いろんな意見がありますが、捏造された証拠に基づいて求断されるって意味わからないですからね。ですから、実は最近のこの石垣議員に関するツイートは私は正しいと思ってるんです。石垣さんは嫌いですが。こちらは3月27日の石垣のり子講演会のツイートですね。以下引用です。 この画像はデマ画像であると1年以上前に司法の場で確定された画像です。リプライや引用リツイートでデマだぞとの指摘を受けているにもかかわらず放置したまま理解に苦しみます。3日経っても削除しない場合法的措置に進みますのであしからずご了承ください。以上ですね。で、これはそもそも安倍元総理が2020年に退陣される時の石垣の子氏のツイートとして拡散されているものへの対応なんですね。 でね、当時の石垣のりこ議員の対応はそもそもはひどかったと思いますよ。こちらは未だに残っている、ある意味消さないのは潔いかもしれない。2020年8月28日のツイートですね。以下引用です。総理といえども働く人、健康理由とした辞職は当然の権利、回復をお祈りいたします。が、 大事な時に体を壊す癖がある危機管理能力のない人物を総理総裁に担ぎ続けてきた自民党の専任責任は厳しく問われるべきです。その責任を問い政治空白を生じさせないためにも早期の国会開会を求めます。以上ですね。これはひどい。本人はその後に 病気のことをいじったわけではない。体が大変な人に重責を負わした自民党に対する批判だと言い訳をしていましたが、どう見ても病気を持っている人を揶揄しているということで、炎上は止まりませんでした。安倍総理と同じ病気を持っている人たちの団体が、この病気は個人差もあるし、は目からは辛さがわからない。そんな病気だから勝手に決めつけていじらないでというふうな感じのことをおっしゃってましたが、まさにその通りですね。安倍総理がわっていた海洋性大腸炎 は一般論とししては食事制限が厳しいとろいろ言われてますが薬で体調をコントロールできてる時は食事制限がほとんどいらない状態まで回復したりといろいろあるわけですがそれなのに少し肉を食ってそうだったら批判するとかまあ狂ってましたから当時は。で石垣紀子議員のおよそ病人を社会から排除したいのか仕事を制限させたいのかというひどいこのツイートは大炎上しました。 その際に作られたと思われるのが最初に紹介したツイートの元のものなんですね。すでに削除されているツイートなのですが、それを見ますと、私は嫌な思いしていないから、それにお前らネトウヨどもが嫌な思いをしようが私の知ったことではないわ。だって安倍なんてどうでもいい人間だし、大げさに言おうが安倍が死んでも何とも思わん。 それはリアルでのつながりがないから、つまり安倍に対しての情などないとするツイートのスクショを貼り付けて、石垣のりこ議員を罵倒するものだったんですね。ただ、このスクショのツイート、当時私も見たんですよ。しかし、どこを探しても元のツイートがない。スクショしか存在しないツイートだったんですね。そして当時から、本当の問題、文字の位置の問題から、どうもこれはこれ画像ではないかという指摘が多かったものなんですね。しかし、まあ先ほどのような、 安倍氏を揶揄するようなコメントを実際していたものですから、怪しくても、うわぁ、石垣のりこならやりそうってイメージもないわけでもないからでしょうか。すごく拡散されたんですね。 ただ、これに対して、石垣のり越し側も黙っていませんでした。このスクショを以前に投稿された際に訴えを起こしてるんですね。ただ、私の知ってる限り、2021年の東京地裁判決では、石垣氏本人が誤って投稿した可能性もあるということで、石垣氏が敗訴しています。ただ、2022年の東京地裁の判決では、石垣氏が勝訴して、情報開示が認められています。ですから、まあ、議論はしうる部分はあるんですが、どうもこのスクショやばい。 少なくとも、このスクショを貼ってる人は、このスクショがもともとどのツイートかすら知らずに、石垣氏の社会的評価を下げようとする行為をしているわけですよね。ですから、これは不注意すぎるわけで、石垣氏が訴えるというのもわかるし、実際に過去に訴えてますからね。 ただ、小西議員は、いやね、小西議員も訴えてはいるんですよ。私の知る限り、某新聞社の編集の人が、総務省自体の小西議員の活動を揶揄した記事を書いて、訴えられたケースは、小西議員の勝利に終わっています。最近で言えば、某ジャーナリストが、例の赤木さんの事件について書いたコラムで、あたかも小西議員、杉尾議員が、詰め寄った職員が、被害者であるかのような記事を書いたため、名誉毀損で訴えられて、地裁レベルですが、小西議員が勝ってます。 で、まあ正直言って、事実無根だったり、明らかに勘違いさせるようなことを言われて訴えるというのは、私は理解できるんですよ。ただ、 小西議員は法的措置、法的措置言い過ぎ。最近で言えば小西議員の取引関係で何か怪しいことがあるよってことで何か麻布食品とかいうところの話が話題になってるんですよね。で、私は自分の分析する力を理解していますから、この問題に手を出しても自分でちゃんと判断する力がないと思って手を出す気がないのですが、 小西議員はこのように麻布食品を連呼し麻布食品をご存知って書くツイートに対してこれ以上こうした書き込みをする者には法的措置を取りますって書いてますねどんな罪になるんだろう法律上1回ぐらいやったら別に何もならんと思うんですけどねまたこの疑惑についてまあ私自身は疑惑がどうかもよく分かってないのですが疑惑を追及する令和河原版及び松田記者に対しては 令和電子版と記者には刑事告訴を含め強力な法的措置をとります通常は捜査後の起訴について被害者の見解の確認がありますがこの間警告したものなども含め今回は一切容赦なく全員を起訴するように検察に求めます突然警視庁の捜査が始まるので皆さん驚かれます違法行為はしないでくださいとおっしゃってますね で、まあ、口頭無けなことで誹謗中傷を受けているというなら、まあ、訴えるってのも理解できるわけですが、よく考えたら、この手の話はこの中に疑惑があると言いながら、一般企業を晒し者にしていた立憲議員。あ、小西さんじゃないけどね。立憲さんの過去があるからな。<laughs> 疑惑があるなら、自ら潔白を示すことが議員なんだろうといじられかねないわけですが。ただね、小西さん。法的措置とか、過去から言い過ぎなんですよね。こんなことがありましたね。 小西議員がクイズ王といじられるきっかけになったであろう。国会での学者の名前クイズで、小西議員が安倍総理に対して、足部信義さん、佐藤浩二さん、 高橋和彦さんという憲法学者を知ってるかと聞いたところ、安倍総理が知らないと答えたものだから、憲法学を勉強してないのに憲法改正をとなるとは信じられない、と小西議員は安倍総理を批判する、という場面の話なんですね。で、まあ正直言って、足部さんも佐藤さんもレジェンド級の憲法学者ですから、知っておいてとは思いますが、知らなくてもいいっちゃいいわけです。ただ問題はそこじゃなく、実は小西さん、高橋和彦って言っちゃったんですが、 正確には足部先生のお弟子さんに当たるのかな高橋和幸と言いたかったんですよねそれを言い間違えちゃったんですねそれをネットの論客今いなくなったのかな黒瀬真というアカウントの人がいじるんですよねそうすると小西さんがその言い訳を二千十九年九月二十日にします高橋和幸先生の名前を読み間違えたのは直前に安倍総理が憲法学の第一人者である足部信義先生を存じ上げておりませんと言ったのに驚愕したからです また、この質疑では、憲法13条を1ミリも知らないという大災害に組閣を強行する安倍総理の本性を暴露しています。以上ですね。まあ、ただ、名前を知ってるかクイズなのに、名前を間違えて出題したからでしょうね。いじりが止まりません。そこで小西は、やはり同日、このようなツイートをします。以下、引用です。 本日、名誉毀損ツイートへの顧問弁護士の見解。災害対応が落ち着き次第法的措置を取ります。事実を改変し、質疑の趣旨を恥ずかしめている。大拡散し、被害が大きい。現下の災害救援に努める国会議員への攻撃として悪質性が高い。先にブロックした発言も違法。反省謝罪がなく、拡散を煽っている。など。以上ですね。まあ、こんな感じで法的措置を昔から主張している小西さんなんですよね。でね。 まあ、あ、法的措置って言葉が何を示すかってことがやや分かりにくいので、もしかしたら小西さん意識して使ってるのかもしれませんが、実は古い判例で、訴訟を起こすってことを言うのが脅迫罪になるかということについて触れたものがあるんですね。 で、基本的に、怖がらせる目的で言ってるなら違法、本気で訴えるつもりなら、ただの権利行使だから問題ないってことになるわけですね。で、正直言って、最近で言えば、放送法の話で一般向けに、変なことをする奴は法的措置だって言ったり、いろいろ法的措置をビビらせるために使ってると思われても仕方ないと思うんですよね。あまりにいろんな場面で法的措置に言及されていますからね。ですから、一体どれが適切な法的措置の話で、どれが じゃないかまあ小西議員からすると全て適切って言いたいんでしょうがうん見てる方からすると場合によっては先ほどのような言論を封じじるるためにやっってててんんゃなななないいのか思思われても仕方ないと思うんだよな現に過去の法的措置発言に対応して訴訟が起こされてるわけでもありませんし相手の言論を潰すことに対応しすぎなんじゃないのかそういう疑惑を持たれてるってことを小西さんは自覚した上で反省しないといけないと思う。 けどもしかしたら分かった上で確信犯なのかもしれないな。まあ小西さんに関してはね、やはり法的措置って言葉があまりにも多すぎて、 本当に訴える気があるのかということがすごくね疑問に思うんですけども、皆さんはいかがお考えでしょうか。ぜひともね皆さんの感想コメント欄でお伝えください。では、ぜひともチャンネル登録、高評価もお願いします。また、こちらの方に前回動画、こちらは荒田芳生さんが山口に対して無茶苦茶なことを言ってる。そして原口和弘議員がこれはデマを流してると言われても仕方ない。そういうふうな無茶苦茶なことをしていることを告発する動画を作っていますので、皆さんこちらのクリックもお願いします。では、次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。